どうもっとピスタチオです。よろしくお願いいたします、ね、さあ始まりました。ちょっとピスタチオのエトスポトスロバス。ようそんなテンションでいけるね。はい、このこんな距離で。いやいや、だから映ってないよ。何ですか。行きましょう前に。いや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 、だってあのスタッフさんが、うん、ここでやれって言ったんだから。いやそうよ、だからふざけら、なんなのこの響く感じ。いやちゃんと音声入ってますこれ。さあ始まりました、はい、ピスタチオのエトスパトスロゴスでございますけども、はい、シーズン3ということで。そうですね、はい、ちょっとルールが今までシーズン2からと変わりましてね、はい、合計12回で1人3333枚を流すという。そうですね、はい、ルールになりました。こちらのもうあの3枚数じゃなくてね、そう流した枚数が3333枚いけばいいという、そういうことなんですけど、はい、一見簡単そうなんですけども、はい、バケが先行した場合、はい、全部没収ということで、これきついんだよね。0枚になります。だから前回ね、はい、見てくれてる方はあれなんですけど、見てくれなかった方のために説明すると、はい、僕がですね、うん、約1000枚ぐらい、そうね、987枚流すことに成功したんですけれども、うん、ビッグ5の化け9ということで、結果全没収で0枚。そうです。だからこの約1000枚、987枚があったら3333枚、はい、結構余裕でクリアなんです確かに、はい、ただ化け先行という。いや、そして小沢さんも化け先行で、うん、まさかの第1回も2人とも化け先行で0枚で終わる、ね、00なんで、これはなかなかよ、はい、00取ったらこういうところでオープニングを取らされるってことです。きついですよ。きついです。正直結構余裕だと思ったけど、うん、結構今追い詰められてる、うん、ひりついてる感じになってます、はい、そして、はい、うん、もう一個ちょっと情報が入ったんですけども、何でしょう。今回こちらですね、うん、平井店さんなんですけど、はいはいはい、今日ですね、祝日ということもあり、うん、もうほぼジャグラグ埋まってるという情報で、そう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 、前回だったらね、うん、埋まってる場合はパチンコとか行けたんだけども、うん、そう、いや、ジャグラを打たないと、うん、番組終わってしまいますので、そう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 、今はそんなことやってる余裕がないので、そう、ちょっとこれどうかなと思うようなジャグラでも打たなきゃいけないっていう。そうで、これ一人で3333枚見事達成したらシーズン4につながるんで。そうですね、どっちかが欠けても、はい、もうここで番組シーズン3で終わりますから、はい、頑張りましょうよ。頑張りましょう、はい、やるしかないんだから。やるしかない、もう行こう。やるしかない。いやいやいや、行ってきますみたいなやってよ、はいはい、やるしかないですから。知らない、初めてのパターンだったから。それでは本日も頑張ります。ファイト。さあ店内入ってきましたけども、入ってきましたね。ちょっと一回台見てみようか。ちょっと混んでるますね。めちゃくちゃ混んでるね。ちょっと見てみましょうか。混んでるね小田さん、はい、デルコンですね、はい、デルコン混んでるね。はい、デルコンです。小沢さん、すごい分かりづらいんでやめてください。小沢さん、デルコンですよ。でデルコン、デルコンです。デルコン開いて、どうもすいません、どうも、こんにちは、こんにちは。お、これいいんじゃない。いい台だね。129分の1、いいね。すいません、すいません、小沢さん、アイドジャグラーね。何、どうしたのか、小沢さん、どうしたのよ。アイムジャグラー比較的空いてますけども、小沢さん本当はファンキーとか打ちたかったんだけど。ファンキー打ちたいね、うん、ちょっと空いてなかったね。ファンキー打ちたいね。まあ角気になるよね。やっぱ角か、これ気になるね。やっぱ角かな。なんか角気になるよね、うん、なんか嫌だな、なんか怖いな、なんか嫌だな。お、出ました、いじかわじゅんじ。怖いな、いじかわじゅんじ。どこ行くの、ちょっともう一回見ようかなと。いや怖いなだけやってさ、最後なんかやってよ。ちょっともう一回見ようかなと、なんか嫌だな。1台空いてます、ファンキー。でもそっか、1回ハマってんのか、ポンとな。そうなんです、悩ませるね、ハマってるね、いいね。でもさ、よくてハマってるからね。そう、そう、引き合を戻せるからね。そう、これあるよ、引き合を戻せるから。まあ、シンプルに一番いいですよ。これあるよ、うん、シンプルに一番いいと思う。これだろ、これ行こうかな。小沢さんは、俺、じゃあそれ行こうかな。行く、うん、
さあということで、はい、席決まりました。はい、打っていきましょうよ。ちょっとなんか、うん、小沢さんと離れて寂しいな、ちょっと確かに寂しそうだな。でも小沢さんと離れると出るジンクスあるからな俺。確かに。じゃあ行きましょうか。はい、せーの。はい、子役。はい、せーの。はい、ダメでしたね。はい、ダメです。こっからですよ。そうそう、もうここ出さないと。もうそう、とにかくもう1回目ビッグ引くとかかなり大事。マジでそうだね。あの負けちゃダメなんだから。前回の府中店で、そうマジで1回のビッグの大きさが。そうよ、うん、さっきの府中店でさ、まあ結果は 0-0 じゃない。はい、なんかスタッフさんがね、なんか余裕ぶってるというか、ちょっと、はい、あ別にパチンコ打ちたかったら行っていいっすよ、はい、ただ番組終わりますけどねみたいな。それなんかその余裕ぶってるというか、うん、もう完全にまああの立場上だと思ってるだろうね。なんかそう、なんか下には見てるよね。そう、なんか言わなくていいんだよな、あんなこと。完全に、うん、別にジャグラーやりたいんだよこっちだって。ジャグラーでなんか自分から促して、なんか、ああ確かに小田さんジャグラーやりたいですね。そう、僕は板店やりたいんですもうはっきり言うんだね、そういうのはもう包み隠さず、はい、僕は気も使わず。今あのね、うん、隣にね、はい、若い男の子が打ってるんですけど、はい、さっきチラッとね、うん、まあ、見たわけじゃないですよ、はい、チラッと横見たら携帯でピスタチオのエドスパトスロゴスを検索してくれてて、あら画面がチラッと見えたんですね、うん、その見てくれてるのかな、もしかしたら。うん、嬉しいね。がですね、今僕がお金をお財布から取り出して、うん、購入するのを見て、うん、あ本当に自腹なんだっていう顔で見てましたあまだだから疑われてるんだ。そうですね、自腹じゃない可能性があると思われてる。本当に自腹なんだこの人っていう感じの、うん、本当に自腹です。はい、そんな彼も今ビッグを引いてます。あら、本当に府中店で分かったけど、はい、そのバケ先行で、そのメダルはあるのにゼロになるっていうのも、はい、だいぶ苦しいとは思うんだけど、はい、ストレートゼロ枚もなかなかだった。シンプルゼロね、うん、あんな悲しいことないよ。まあ、シンプルゼロは終始も負けてるからね。そうなの。でもやっぱこういう台がさ、うん、あんまりないときはさ、うん、結構その大チェンジも重要になってくるよ。そうね、大移動もいつするか、うん、だから周りとか見といて、うん、ちょっといい台あったら移動するっていうのも全然、そうね、視野に入れていった方が、うん、でなかなかチャンスないから、はい、大移動の一回のチャンスを生かさないと。そうなんですよ。隣の、おー惜しかった。おあ、ありがとうございます。あ隣のお姉さまが、隣のお姉さまが今拍手一緒にしてくれました。あ優しい。これを拍手が、隣のお姉さまが勝利の女神となるか、それとも薬病神となるか。お、ありがとうございます。おビッグビッグ、素晴らしい。これはいい。投資は2000円ぐらいですか。そう、3000円です。3000円、素晴らしい。伊地さん、小田さん、はいはい、お、はい、自力で解除しました。ここで素晴らしいチェリーでいきます。はい、ここ大事よ、大事よ。はい、ビッグありがとうございます。よかった。ビッグですか。ビッグ、あノリノリだね、ノリノリだね。ありがとうございます。これは2人とも幸先いいよ。嬉しいですね。ビッグスタート。あら女神様、ありがとうございます。あの女神様よりコーヒーを。 ありがとうございます。ちょっと調べた、ちょっと調べることあったら調べていい。ちょっとあらちょっとね、トークの内容をちょっと調べたいなと。ト
ークの内容を調べる。おい、お、光った。光りました。素晴らしい。ここビッグ。ここビッグやつでかいよ。でかい。よし、お、これはいい。これはいい。これは小沢さん、めちゃくちゃいいよ。だいぶ気持ちよ、楽になった。余裕出てきた。小沢さん、そういえばね、はい、あの今ね、この、この間は、あの久しぶりですよ、僕、はい、久しぶりにあのネットニュースに載ったんですよ。え、僕。嘘。そう。なんて内容で。今ね、ちょうど流れてる頃はもうだいぶ過ぎちゃってますけど、うん、今この収録してるのがオリンピック直後なんですよね。そうね。オリンピック最中にですね、うん、スケートボードで、うん、あの13歳の西矢椛選手が金メダル取ったじゃないですか、うん、あのことを僕祝福のツイートをしたんですね。はいはい。そうしたらですね、うん、西矢椛選手、うん、13歳で金みたいなニュースでですね、うん、有名人からも祝福のコメントがみたいなネットニュースでですね、うん、僕のツイートが取り上げてもらったんですよ。あら、すごい。あの芸人が3人こう名前が上がってたんですね。はいはい、南海キャンディーズ山里さん、おサマーズ三村さん、おピスタチオイジチという。うーわ、気まずいね。すごいでしょこれ。気まずい並びに入ったね、はい、そしてですね、うん、彼女に、うん、なんかで取り上げられてたわって言ったんですよ、うん、そしたらやっぱ三村さん山里さんいじちってやっぱいじちレベルが落ちるじゃないですか。まあ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 。でなんかボケ混じりでね、うん、いやそのメンバーで俺って弱すぎだろって彼女に普通に言ったんですよ、うん、で彼女があのあれじゃない、文章が良かったんじゃないって普通にそんなことないよとか、いや言われないで普通に文章が良かったんじゃないってあっさり言われるっていう。ちょっといい彼女だね。多分彼女はそんなつもりで言ってないんですけど、うん、ちょっと傷ついたんですよね、ちょっとね何気ない一言なんですけど、まあ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 、でもまあ自分から言ってね、はい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 、うん、だからまあその彼女は悪気ないし、そう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 、うん、でもね確かにね、うん、あのね絶対に知名度とかじゃなくてね、うん、文章なんだろうなって、うん、言うのが、うん、この文章を読みますよ。はい、お願いします。ピスタチオのいじちひどきは、うん、西矢椛選手おめでとう、うん、いいな、何がいいってミスした後も笑顔でこの大舞台を楽しんでる感じが素敵だな、うん、見ててすがすがしい、13歳で金メダルあっぱれって僕はツイートしたんですよ、はいはいはい、で結構長文で気持ちを綴ったんですよ、うん、それに対してですね、うん、お笑いコンビ南海キャンディーズの山里亮太は、うん、えらいこっちゃとつぶやいた。シンプル絶対に思ったんですよね、やっぱ彼女の言うこと姉がち間違ってないねと。そうだね、僕がえらいこっちゃでつぶやいただけだったら、うん、絶対に記事にはならないなと。そうね、うん、やっぱ山里さんだからそこはそうなんですよね、うん、だから小田さん、はい、今度から何かをつぶやくときは、うん、ちゃんと気持ちを込めて、うん、長文でつぶやいてください。小田さん、わかりました、はい、ただね、はい、本当に長文で気持ちを込めるの方が正しいのかと。はいはいはい。クマムシ長谷川が、はい、日本女子バスケ、はい、初戦勝ったかなんかの時に、はい、インスタで、はい、わーってやってたら、はい、それがネットニュースになってて、はい、女子バスケを応援クマムシ長谷川もわーって書いてあった。あ、それでニュースだったんですか。そう、俺見た。それはなんか複雑ですね、それはそれは複雑よ、うん、わーだけでニュースになってたよ。なるほど、うん、てかちょっと一個思ったんですけど、はい、クマムシ長谷川って誰ですか。いやいやいや、そこは覚えておいてやれよ。え、俺らは覚えておこうぜ。え、友達なんだから。一緒にやってた誰でしたっけ。ちょっと温かいんだからっていうやつよ。あ、いましたね、そんな人、うん、そうだよ。俺らがそんなこと言われる立場にないぞ、伊地知さん。そうこうしてる間に妄想するので飲まれそうですよ、僕は。あれ、やばいですよ。やばいですね、タマさん。やばいや、タマさん。あれ、誰
タモさんやばいよ、タモさん。誰だ誰だ、え誰ですか。出川嘘でしょ。八郎です。嘘でしょ。えまさかとは思ったけど、出川が出てくると思わなかった。タモさんやばいよ。全然似てないじゃん。え全然似てないじゃん。でも八郎さんだもん、ね、そう哲郎さんじゃないもん。出川八郎です。ですよね。うん、やばいよやばいよ。あれもうすぐ100いっちゃうよ、やばいよこれ。ちょっとあれ誰ですか。これ出川哲郎です。いやいや似てねえよ、だとしたらだとしたら絶対違うわ。今のは出川哲郎さんです。小沢、はい、こんなことやってっからダメなんだよ。こんなことやってっから。そうなのかい。ちょっと台見てきます。はい、いってらっしゃい。やっぱなんか最初に見たこのアイムの角台もやっぱ気になるな。これ気になりますよね、角台ね。いや、これハマってんだよな、500回。ちょっと移動します。お、アイムジャグラーの角台に移動します。なるほど。ちょっとじゃあジンクスにかけて、はい、いつもこの何回か打たせてもらってるアイムジャグラーの角台を、なるほどね、打ちたいなと思います。はい。おーおー、光りました。光った光りました。お、大事。これビッグだとも決まっちゃうよ。よし、ビッグ3連発。ビッグ3連発。あ、決まりました。もう決まった。もう決まりです。ありがとう。はい、決まりました。小沢さん、ありがとうございます。小沢さん決まりましたね。決まりましたか。パンパラパン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 。顔芸でございます。これはでかいよ、小沢さん。でかい。今あの一応ですね、うん、大当たり終わって、はい、あのパパ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 のところで、はい、後ろ振り向いてカメラに顔芸したんですよ。はい、立ってるスタッフさんが、はい、本当あのこの世の終わりみたいな目で僕を睨みつけてきたんですけど。疲れてんね、小沢さん。疲れてんの、スタッフさんも、うん、もうこいつマジで何ふざけてんのみたいな顔で見てきたんだけど。もうそういうじゃないから、これももうボケとかじゃないの、小沢さん。あ、そうなの。そう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 、ダメダメ。ダメなんだ、そんなことしちゃう。小沢さん、そういうことしちゃダメだから。あ、わかりました。そう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 、なんかこれだと思って打ってる台じゃないから迷いが生じてるな。あれれ、やばいな、これは。伊地さん、府中店で言ってましたよ、やっぱ欲がないけりゃ勝てるっていう。欲はないんだけど、不安なのよ、気持ちが。もう不安な気持ちでいっぱいもん、今。じゃあちゃんと気をしっかり持って、うん、自信がないから、今。なんでよ、どうしたのよ。周りすごいキョロキョロしてるもん。ちっちゃいおじさんがずっと周り見て警戒しながら。警戒してんの。誰かに狙われてる感じで打ってるから、ずっと。全然狙ってないです、大丈夫です。怖いな。そのままで全然大丈夫。小沢さん、はい、報告します。何でしょう。今おならしました。知らんなん。え、知らないね。え、知らない。言わなくていいし。言わなくていいですか。うん、全然。小田さん、さっきあの軽く変な顔でボケたら、うん、スタッフさんが無の顔で見てたって言ったじゃないですか。うん、今あのおならの、おならしたって言ったらスタッフさんめっちゃ笑ってましたよ。いやいや、仲いいな、そっち。おい、あのスタッフさんに忠告なんですけど、伊地知さんのおならって相当臭いんで、後ろに立ってるとだいぶ匂いが来ると思いますけども。小沢さん、小沢さん、何を。話してる内容が終わってるよ。話してる内容も終わってるし、うん、笑ってるスタッフさん47歳なんですよ。あ、そうなの。うん、47歳と、はい、やっぱ36歳がおならで笑い合ってるって考えたらもう終わってますよ。ゾッとする。ゾッとする。幸せすぎる空間が。もうそんなこと言ってる場合じゃないんだよ。出ないよ、もう。僕も動くこと考えてますよ、今。本当に。うん、確かにビッグ3でしてるからね。そう、俺も今ここの台で5000円使うんだけど、はい、これでちょっと一回見に行きます、台を。なるほど。はい、え、来た。光った。よっしゃ。喜んでる。頼むよ。喜んでる。ここでビッグやったらでかい。でかいよ。はい、
ウィー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 ウレシスの歌ですね。嬉しいですね。はい、ありがとうございます。それ嬉しいですね。どうも、どうも、どうも。誰かと会話してるとすみません、ありがとうございます。誰かに話しかけられてる。最近まあそうですね、まあ暑い日も続きますけどもね、やっとこのオンエアぐらいになってきたらね、まあ9月中旬ぐらいなのかな、中旬ぐらいなんで、まあ涼しくなってきてね、ここからちょうどいい時だなってね、だから。食欲の秋とか言いますけどもね、食事なども美味しい時期になってくるので、なのでぜひですね、皆さんですね、食欲の秋といえばジャグラーということで、ジャグラーを打っていただければなと思います。ありがとうございました。いやいや、何今の、え、何急に漫才始めてんの。はい、食欲の秋とジャグラー関係ないからさ。関係ないですか。関係ない、食欲関係ないから。いや、やっぱチェリーとマスカットこのフルーツ食欲ブドウあるんです。マスカットやっぱ秋、あ、まあ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 とかですから。強引だね、随分。なんでこの食欲の秋なんで、はい、やっていただければなと思っております。まあ、まあ、急に漫談始めないで。はい、髪切りました。え、髪切った。あれ、髪切りました。誰かに話してるんだよな。切ってないか。あ、切ったのかと思った。切ってなかったんか。どう、最近仕事はうまくいってんの。なんか最近なんか企業立ち上げたみたいな話聞いたけど、どうなの。そうなの。誰と話してんの。ああ、でも、まあ、従業員が何わがままで困ってる。なるほどね。でも結局さ、その従業員のわがままとかって、自分も若い頃そうだったってやっぱ思って乗り切るしかないからね。だからまあいろいろあると思うけど、そんなさ、なんか落ち込んだ時とかって、やっぱりこのゴーゴーランプがピカッと照らしてくれるから、ジャグラーぜひ打ってみて。203回なんで大移動します。するんかい。はい、半期行こうかな。いいんじゃない。半期の角空いてるんですよ。あ、それいいじゃん。俺それ取りたかったんだよ。ねえ、これいいよね。取りたかったけど空いてなかったやつだよ。ここ行きます。今ビッグ3回ですから。結構そのビッグバケの確率ではだいぶ気持ち楽よね。気持ち楽。あとは枚数を増やすだけだよね。そう、とりあえずメダル増やさないことには今は意味ないですからね。だから悲しい。はい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 、あああああああい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 ああ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 あはい、バッケです。バッケです。バッケが嫌だから帰ります。あ、ダシャー、ダメです、帰っちゃう。バッケですか。はい、ビクニーバケ1です。うん、ビクニーバケ1。ビクニーバケ1、今季から今季からヨーロッパのチェルシーに入団したサイドバック、はいはい、ビクニーバケ1です。本当にごめん、元が分かんないから。え、元が分かんない。あ、元の選手いないです。勝手に僕は言ったことない。誰かに似てる選手とかじゃないです。分かりづらいのよ。はい、でチェルシーも知らない人知らないからさ、はい、ヨーロッパのイングランドのサッカーチームね。知らないに知らない重なっちゃダメですか。うん、ダメです、ダメです。すいません、悪い癖出ました、すいません、適当に言ってしまうという悪い癖が。プラスに持っていきたい。小田さん今 3-0 じゃん。あ、光った光った。オッケー、早い。オッケー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 。よし、ビッグ、すごいね。4ビッグ、もう大丈夫よ。もうもうそのバケ先行は多分大丈夫よ。小田さん多分ね、次ビッグだったらほぼほぼ安牌ですよ、ね、いや、もう安牌です。小田さん、え、もう安牌です。いや、でもこの立場に立ってごらんなさいよ。やっぱちょっと怖いのよ。いや、ま、怖くないですよ、小田さん。あ、光ってる。あ、光った。俺もありがとう。せーので行きます。せーので行きますか。はい、いや、せーの、いや、せーので行こう。せーのでね。はい、せーので行きましょう。はいはい、せーの。あ、ごめん、もう揃ってました、すいません。なんでそういうことすんの。え、ねえ、え、なんでそういうことすんのよ。
でもいてもたってもいられず押してビッグ揃っちゃいました。でどっちでした？ビッグです。ビッグですこっちの、はい、あ、そっちのビッグで止めなさいよ。はいはい、すいません、もうそろって思ってます。でもやっぱさ、うん、枚数のことになると逆にさ、うん、アイムジャグラーってやっぱさ、うん、ファンキーとかと比べて出玉が少ないからさ、うん、移動したくなっちゃうよね、ちょっとね。そうなんだよね、一発がやっぱちょっと少ないからね。そうなんだよ、そうなんだよ。ただコイン持ちがいいんで、まあね、減らないですよ。まあね、だいたい50枚で3000回転くらい回るからね。すげー回るね。平均よ、平均よ、あくまで。え、あくまで平均よ。平均だとしたらさっきの1000回ハマってる台に移動した方がいいです。すぐに。実さん、ここで2人ともビッグ先行してるからさ、はい、やっぱ取るだけ取って、はい、今日この飛来点は余裕持って終わって、はい、次回は伊達を打ちましょうよ。いや早いって。え、もう伊達行くのね。うん、気持ちよく早いのよ小田さん。今日で余裕作っときゃ全然まだいけるでしょ。1店舗目取れてないのよ小田さん。なんだろうね、毎回さ生放送生配信行くとさ、やっぱちょっと店長陣が優しくないんだよね、あの人たちね。まあね、うん、優しいよ、優しいんだけどね。そうそう、上っ面はね。うん、うん、その対決になるとさ、ちょっとぐらい違う、優しくないとか優しいとかじゃなくて、うん、ガチなんだよ、別にそのいいじゃんって、そこまでやんなくても、うん、ね。そうなんだよね。うん、それはあるよ。うん、で、なんかいや、ピスカチオさんに勝ってほしいんですよとか言いながらさ、うん、やっぱなんかガチで勝ちに来るじゃない、うん、言ってることとやってることが違うんだよ彼らは。まああとね、シンプルに、うん、もう俺らが引き弱い。俺じゃない、うん、もう俺らの引きが弱いよ。うん、もう店長陣がどうこうじゃなくて、うん、俺らのせいだよこれは。あ、もうそれはもうすっと受け入れることにしたんだ、うん、そう、ということでえ、その音はまさか、うん、大移動。あら、見に来たね、見てるね、吟味してますよ。コミカルな感じで歩いてるよ。これに決めた。いや、ダメなんだって、俺がやってんのよそれ。そう、よくよく考えたらこれ俺はアイブ行った方がいいと思う、これを減らさないために。そんな守りの試合やんないでくれよ。お前が言ったんだよ、ここで。そんな守りの試合をやらないでくれよ。すげえ守ってたやつが生配信で誰を言ってんの。やばい、なんか打ちたい台がないぞ。やばい、迷ってきた。そんなことある。ちょっともう行くわ。いや、そう、行けよ。じゃあ1000回超えたやつ行くわ。行ってください、行ってください。もうブチ切れた俺も。いやいやいや、遅いのよ。ブチ切れたよ、悪いけど。これが1000回超えてんのが唯一あるってことは、うん、俺にこれをやれって言ってんだよ。そうよ、もう分かった。ブチ切れてくる。いや、もう分かったのよ。やってやるよ、1000回超えてない。俺ビビってねえよ。俺ビビってたよ、すげえ。1000回超えてるぐらいにビビってるやついねえよな。気合い入れ直してもビビってんの丸聞こえなんですよ。あ、手が震えてる。いや、ビビってるじゃない。手が震えてる。え、めちゃくちゃビビってるじゃん。どうしよっかな、ボーナスあんま引いてない台がいいのかなとか言ってたじゃん。1000回ハマってっからね、怖いよね、やっぱり。期待できます、逆に期待できるよ、逆に。うん、はい、お、来た。ほら来たよ。早い。おいおい、おい、あ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 、3人ですよ、これは。残人、これは危なくなってまいりました。どうなるのか、これは楽しみでございます。これは楽しみな展開です。小沢がおとなしくなってきた、やばい。何枚ぐらいあったの。まあ枚数はまだあるんだけど。じゃあ大丈夫よ。うん、
したたら半分ぐらいですね。まだ前差あるんでしょ、うん、じゃあちょっともう二度と喋らないで。なんで必殺打ちやっていいよ、俺今まで出さなかったけど。いや全然、ぜひやってください。やるわ、お願いします。やるわ、うん、将軍打ちやるわ、将軍打ち。将軍打ち、将軍打ち、将軍打ち。光らぬなら光らせてみせよう、アイムジャグラーということで、自力で光らせるっていう、自力でライトで照らしながら撃つっていう作戦です。ごめんなさい、あのそんな不思議なことやってるの見えてないので、はいはい、うまいこと突っ込めないんですよ今。あのオンエアで見てください今。あ、わかりました。必死でゴーゴーランプを自分で照らしながら撃ってますから、うん、いやこれもう勘違いさせるんだよライトに。ライトにあれ、うん、あれこれあれ光ってる光ってるってどっちっていう感じで、うん、もう台に錯覚させて光らしちゃうっていう、うん、なるほど。あ、俺光ってんじゃんって。そうです、思わせる。あ、もう錯覚に入りました。今錯覚入ったんで、あれあと5回転で以内に光ります。あら、いきますよ、お願いします。はい、1回転まだ小役ね、うん、いきましょう、いきましょう。2回転目、まだ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 、はい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 、次4回転ね、あと2回だよ、うん、あ、このチェリーできちゃうわ。おし、次だ。あ、これもうこれはでもね、リプレイだからもう1回よ、ここです。はい、いきますよ、うん、おおお、光った光った、マジで光ったよね光った、やばい光らぬなら、マジで光ってたよね今。光らせてみせよう、アイムジャグラー、光りましたすごい、マジですごい、今のはすごい、マジですごい、自力、自力、これはやばい、マジで自力だ、マジでこれは持ってる。やめてよ、それでバケはやめてよ。はい、もう勝ちよ、もうこれは勝ち、ビッグですか、これは勝ち、これはやばい、ビッグですか、ビッグです。あ、おめでとう、これはもう勝ちです、僕すごいな、これは勝ちです。このパチンコスロット番組の中で一番すごい当たり方するんじゃないですか、これオリジナルのオカルト方法ですよ、これ。皆さんぜひぜひやってください、ここぞという時に使ってみてください、うん、ちょっと俺もじゃあ1個いいですか、何ですか、オリジナル打ちして、多分ですよ、うん、多分だけど、うん、これ以上ないんでやめた方がいいと思いますよ。いいと思いますけど、でもやってみてください、うん、でも全然やりたいのあれば、やめますしかも 4-2 だろ今、4-2、もう残り30分で 4-2 はちょっと安心だね、だいぶ、だってあと3回引かなきゃいいんだから、うん、バケを、うん、結構いいよ、そうだよ、お、光りました、すごいね、やっぱ戦艦の台すごいね、いいですよ、またビッグ、これはもうモード入っちゃって、モード入っちゃってるわ、もうちょっと小沢の方がだいぶおとなしいんだけど、もう戦モード入った、戦モード、戦モード、今もう下皿はパンパンでしょ、下皿もうちょっとでパンパンぐらい、あ、もうちょっとか、次引いたら上に入れるぐらい、うん、あら絶好調、絶好調です、小沢さん、光った光った光った、よし、ビッグ、やば、6連チャン、ビッグ6、やば、ビッグ6だけど下がもうほぼちょっとね飲まれてんのよ、いやすごいね、ビッグ6でしょ、ビッグ6、それやば、これはえぐいけど完全に府中店の分取り戻してんじゃん、取り戻してる、あと30分です、はい、おお、いい音、これはこれはよ、まあまあまあレギュラーです、まあ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 30回転でレギュラーです、5の3だよね実際ね、5の3ですよ、であと30分だよね、そう、さっきの府中店では残りの30分からバキをやめてよ、変なこと言うの4連続ぐらい引いてましたよね、やめてね、そういうこと言うの今思ってて今言ってないんだから
やっぱ2回連続ぐらい1000枚をドブに捨てるってことだもんね、多分。いやマジでなんか前回のルールだったら相当出てんだよ。いやそうだよ、8回でしょ、合計大当たり回数5の3ってことは。うん、8回だよね。8回よ、うん、俺7回だから今。あ、まだ7回か。ビッグ6か、6か。あ、まだ6回か、小沢さん。そう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 。ただビッグを引いてるってだけか。そう、全ビッグなの。はいはい、うおー、チェリー会場、チェリーで行きましたよ。これ怖い、こればけだったら怖いね、ちょっとね。はい、おお、もう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 勝ちじゃない、もう大丈夫じゃない、もうもうです、もうです。100以内で引きたいな。小沢さん100以内来てないもんね、さっきからね。そうなの、あ、引くか。おー、80回お願いします。ここでビッグだとやばいよ。やばい、おお、ビッグ、ビッグだ、やば、ありがとう。マジで7連続、7連続、すごっ、それやば、ありがとうございます。7連続ビッグ、やば、プレミアですか今。プレミアを引きました、やば。もうお互いに何枚稼げるかの勝負よ、ここ。ほんとそうよ。あとは、うん、ビッグ1回でも、だから残り1分まで大事だから。そうね、ちょっと伊地さん、はい、ちょっとここらでオリジナル打ちしますわ。やっぱりやります。はい、大丈夫ね。うん、間打ち、え、間打ちしときますわ。間打ち、うん、間打ち。何ですか、そろそろ引かんねえかな、ファンキージャグラーだもの、これです。いやいや、三つお、え、それで どう打ってるんですか、それで。三つおです。あ、違います、これで、うん、そのリズムに合わせて打ってるってことですよ、見えないんで。そうです、そうです。で、これをすることによって、はい、ここから、はい、320回転以内で当たります。いやいや、はい、だとしたら当たるんですよ、小沢さん。三つおなので、小沢さん、やめてください、小沢さん。はい、マジで、うん、こっちにいる、うん、カメラマンさんのスタッフさんに、うん、苦笑いさせて首かしげさせるのだけやめてください、小沢さん。小沢さん、あ、そうかい、はい、こちらのスタッフさんはね、はい、うつむいてる。さあ、実戦が終了いたしました。お疲れ様でした。ありがとうございました。結果発表ということで、はい、私の方からいいですか。はい、私、あのビッグ7回、はい、バケ0回で。素晴らしい、素晴らしいよね。素晴らしい、そんな、逆にあの不中点が嘘のような。そう、しかも投資が138枚。お、素晴らしい。で、収支がですね193枚です。あ、なんでなんで。違うよね、小田さん。ここで勝てなかったら無理だね、小田さん。無理だよ。どうしよう、マジで。マジでやばい、終わるよ。マジでやばい、小田さん。本当に。頼むよ、マジで。伊地さん、どうだったんですか。僕はですね、うん、ビッグ6のバケツさん、はい、収支がですね、うん、460枚投資の662枚流しましたんで。うん、はいはいはい、で、3枚数じゃないんで、うん、今回はだから662枚加算されます。今日1日で、1日で。だから、ざっくり計算したら、はい、12回で、はい、あと3333回だから、はい、枚だから、はい、500? だから2店舗で1日です。1日収録なら2回分で、550枚ぐらい取ってれば、大体平均なんです。そう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 。だから僕は平均をちょい超えた、ちょい上回ったんで、ちょっとだけ。そう。だから府中店のリベンジは達成したの、伊地さんは。そうなんです。僕はもう終わりました。小沢さん、結構やばいよ。終わりましたよ。これ結構やばいんだよ、小沢さん。結構やばい。だって、マジで。この計算でいくと、うん、次、うん、2回で、1000枚ぐらいいかなきゃいけないですから。そう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 。結構厳しいですよ。うん、だからもう小沢さん頼みますよ、小沢さん。マジで。いや、まあ頑張っていきましょう。でも、はい、このなんかやっぱ最初に、そうです、あのできると思ったじゃん、はい、結構簡単なんだなと思ったけど、そう、こんな難しいと思わなかった。俺結構こんなヒリヒリするもんあったもん、うん、すごく楽しい。でも、あの僕の場合はですよ、うん、1店舗目はそのバケ先行っていう、うん、スタッフに課せられた重いルールのがあっての、うん、この結果ですけど、そう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 、小沢さんシンプル192枚です。そうです。ゼロだったから。シンプルです。本当にゼロだったんだ。下見たら何にもないの。下皿に。で、上見てももちろん何にもないの。シンプルです、小沢さん。やばいです。お願いします、小沢さん。頑張っていきましょうよ。ちょっと1個だけ言っていいですか。何ですか。皆さん今、ここまで一通り見てくれたんですけど、うん、もう一度だけ、将軍、将軍、将軍、
何でしたっけ。自分で忘れないで。あれ自分で忘れないでよ。将軍打ちです。将軍打ちです。将軍打ち文字だけ見てこないで。そうだね、奇跡の将軍打ちを。あれはもう、はい、もう本当に、うん、パチスロ番組に本当に残るんじゃないかっていうぐらいの名シーンでしたから。そうね、で皆さん、くれぐれもですね、間打ちはもう二度と見ないでくださいあれもあれで、ある意味パチンコ番組史上残ってるんで。そうそうそう、はい、間打ち見ないでくださいって言ってますけど、オンエア使われてないです。あれカット、間打ちカットですよ。あれカットですかあれ一番の見せ場ですよ今日の小沢の。ダメ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 、あそこ使ってもらわないと。スタッフさん首かしげてたんだから。ダメダメダメ、あれだよ、あれしかないんだから今日の小沢はということでね、次回からも頑張っていきます。マジでこれ頑張るよ、本当に本当に。ちょっと面白い、すごい。そう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 、めちゃくちゃ面白かったです。ワクワクソワソしてますんで、はい、皆さんですね、ぜひチャンネル登録、はい、コメント高評価の方よろしくお願いします、はい、コメントぜひお願いいたします。よろしくお願いします。はい、というわけで次回もまた頑張るよ、ぜひ見てね。